陸上自衛隊 V-22 オスプレイが初めて洋上での発着訓練を実施したとの情報をキャッチしました。もちろん発着したのは護衛艦伊勢です。今回は初めての洋上発着訓練を詳しく深掘りしていきます。オスプレイが伊勢に発着するのってすごいよ。動いている甲板に発着するのって結構危険なイメージがあるけど、オスプレイは意外にシビアな機体だから結構整備など大変だろうなと考えています。海上自衛隊自衛艦隊並びに陸上自衛隊陸上総隊司令部からの発表がありました。陸自のティルトローター輸送機 V-22 オスプレイが初めて洋上の護衛艦伊勢で発着艦訓練を実施したということです。訓練は9月5日に小笠原諸島周辺海空域で行われました。使用された V-22 オスプレイは、木更津駐屯地の第1ヘリコプター団第107飛行隊に属する機体でした。今回の訓練に関して伊勢艦長は、本艦は陸上自衛隊 V-22 オスプレイの発着艦訓練を今回初めて実施、陸海共同運用能力の向上を図った。海自は、あらゆる不測の事態に即応するため、統合運用、日米共同運用体制における作戦遂行能力の向上に努めていると述べています。一方、陸上総隊は、海上自衛隊との緊密な連携により、水陸両用作戦能力を向上させるべく、必要な訓練を継続していくとしています。試験ですが、小笠原諸島もいいけど、尖閣諸島周辺でやってもらったら、最高の緊張感を持って訓練できるのではないかと思うのですが、日本を守る陸、海、空自衛隊には、テクノロジーの域を集めた最新兵器が配備されています。いわゆる空母、航空母艦のスタイルと機能を持った船を海上自衛隊は計7隻保有運用しています。内訳はヘリコプター搭載護衛艦出雲、加賀、日向、伊勢の4隻、輸送艦大隅、下北、国崎の3隻です。これらの艦名は旧国名に由来していることがお分かりですね。7隻に共通しているのは、全通甲板、艦首から艦尾まで続く、平坦で広い甲板を持っていることです。全通甲板は、ヘリコプターやティルトローター機オスプレイなどの発着場として使用されるので、洋上の航空基地とも言えましょう。おお、隅型では、全通甲板を、主に駐車スペースとして使用し、車両やヘリなどを係留し輸送しています。まさに名称通りの輸送艦ですね。これら7隻の艦内の格納庫には、ヘリなどの航空機や車両等を多数収容することができるのです。加えて、O、隅型では艦内にエアクッション艇 L 脚というホバークラフトが2隻収容されているので、積載した車両や物資や人員を L 脚で陸揚げすることも可能というわけです。この7隻は、甲板と艦内空間を活かし、物品を収納、運搬可能、航空機を飛ばすことができます。ヘリ搭載護衛艦出雲、加賀、日向、伊勢の4隻については、艦内に各種司令部を立ち上げる能力が備えられていて、洋上司令部としても稼働可能です。つまり、専門性と汎用性を併せ持ち、拡張性も高い船と言えましょう。ヘリ搭載護衛艦ヒュウガは2004年平成16年に建造されました。排水量 13,950トン、現役艦艇の中では出雲に次ぐ大きさです。全通飛行甲板では、哨戒ヘリコプター SH-60kg を3機、哨戒輸送ヘリ MCH-101 を1機搭載し、運用できます。艦内格納庫には、最大11機の航空機が搭載できます。洋上航空拠点となり、艦載航空機による海上行動を行い、対潜水艦戦闘が主な任務となります。対潜、対空ミサイルや C4I 情報処理システムを搭載し、護衛艦としての戦闘能力も強化されています。つまり、ヘリなどの航空戦力を持ち、敵性潜水艦を狩る能力に長けている艦艇ということです。一方の汎用性は、大規模自然災害時に発揮されることになります。船が災害対応に発揮する特徴は、海から救援する方法です。陸地が被災し道路が寸断されても、海路で
被災地域の沖合へ進出し、各種の手段で機上陸できるのです。そして、救援物資搬入、傷病者救護などを行います。護衛艦は、行方不明者捜索や救助活動の拠点となり、同時に沖に停泊した病院、避難所にもなり得るのです。海から助けること、移動可能で自己完結した機能と装備を持つ艦船を使った救援策は、自然災害の多い日本には必要不可欠なものと言えましょう。2011年3月の東日本大震災を振り返ってみます。海自は、発災直後から、稼働可能な艦艇、ほぼすべてを東北地域へ急行。到着した護衛艦等は、即、漂流者の捜索救助を開始。狭い水域にまで侵入可能な掃海艇などは、リアス式海岸の三陸の入り組んだ沿岸部へ入り込み、行方不明者等の捜索に当たりました。輸送艦を発進したエル客は、海岸線に機上陸し、救援物資を陸揚げしました。これらは、艦艇による救援策の一例に過ぎません。翌2012年、神戸市は、広域搬送を主眼とした防災訓練を2回行いました。2月に伊勢、10月には、日向が神戸港に停泊、おのおのの飛行甲板を、自治体防災ヘリのヘリポートとして、傷病者を搬送。ストレッチャーごと救護所となった艦内格納庫へ下ろし、トリアージ後に軽症者、中等症者、重症者に分けられた各エリアへ搬送。TMAT、災害時派遣医療チームなどによる必要な治療を受けます。より重篤な傷病者の場合は、別のヘリに乗せて、他地域の医療施設へ急速搬送するという流れの防災訓練ということです。大規模自然災害が発生すると、一度に、大勢の傷病者の発生が予想されます。被災地では、医療施設も被害を受けるので、現地の被災した医療施設では対応できないことが多いことは、数多くの災害を経験したことで、国民の多くが痛感したはずですね。こうした状況下で、被災を免れた隣県や遠隔地の医療施設へ、航空機のスピードを活かして広域搬送を行います。広域搬送は、災害救助、救急、医療の急性期の切り札でしょう。南海トラフ地震など、複数の県にまたがる被災が予想される大規模災害の場合、西日本から東日本への大量空輸もあり得るので、日向、伊勢、出雲、加賀、大隅のような全通甲板艦を持つ、多目的に使える艦種を増やすことは、災害対応にも有効でしょう。日本政府は、12月24日、過去最大の5兆4005億円に上る2022年度防衛予算案を閣議決定。この2022年度防衛予算では、海自の出雲型ヘリコプター搭載護衛艦1番艦出雲、2番艦加賀に、短距離離陸と垂直着陸が可能な最新鋭ステルス戦闘機 F-35B を搭載できるように、改修費用として61億円を計上しました。イギリスの有名な軍事雑誌ジェーン年刊は、出雲と加賀を、日向や伊勢と同じヘリコプター空母と見ています。予算案が国会を通れば、出雲と加賀は、正真正銘の軽空母に近づくことになります。空自が戦闘機を運用するために必要な 2400M 以上の滑走路のある飛行場は、全国20カ所だけです。特に、太平洋上では、硫黄島にしかありません。このため、出雲型護衛艦を軽空母化し、洋上で、F-35B 戦闘機を発着艦できることを目指しているのです。出雲は2019年度末から横浜市のジャパンマリンユナイテッド横浜事業所磯子工場で1回目の改修工事を行い、今年6月末に終了しています。内容は特殊塗装などによる飛行甲板の耐熱処理工事や誘導灯の設置などでした。伊豆、物自戒の大規模定期検査は、1回目の2019年度末から5年後の2024年度末から始まる予定です。その機会に、艦首形状を四角形に変更する工事を予定しています。2回目の出雲改修に向け、2022年度予算での出雲型護衛艦改修費用61億円のうち、着艦誘導装置を先行取得する費用として36億円が計上されました。
防衛省によると、着艦誘導装置は、アメリカ海軍とレイセオン社が共同開発したジェイパルス、ズポールスが予定されているそうです。ズポールスは、GPS 衛星信号と管制後方システムを使って、F-35B やオスプレイなどの軍用機を、自動的に安全かつ正確に着艦誘導する全天候型のシステムで、2022年度予算で出雲分を取得し、加賀の分は、後年度に取得する方針です。防衛省は、前述の出雲型護衛艦改修費用61億円のうち、12億円を、アメリカ軍の技術支援経費として計上しました。出雲型護衛艦で、F-35B の着発艦を実現するためには、アメリカ軍の協力は欠かせません。10月3日、出雲で、アメリカ海兵隊所属の F-35B 戦闘機の発着艦試験を初めて実施しました。海上幕僚監部広報室は、取材に対し、この発着艦試験では着艦誘導装置は使用されなかった。理由は、現地の四国沖が改正となる日を見定めて試験を行ったので、着艦誘導装置が必要なかったからでした。出雲改修は、当初の予定通り、2026年度中に終了すると防衛省は見込んでいるようです。出雲型護衛艦2番艦加賀は、今年度末から203億円の予算で、1回目の改修が実施されます。飛行甲板上の耐熱塗装や艦首形状を四角形に変更する工事が実施されるのです。防衛省によると、加賀の改修場所はまだ決まっていないそうです。出雲は、横浜市磯子区のジャパンマリンユナイテッド横浜事業所磯子工場で、1回目の改修を終わりましたが、加賀は、海軸歴地を母港にしていますから、磯子か、五か、注目されるところです。防衛省は加賀の航空管制室の視認性を高めるための工事経費13億円も確保しました。具体的な工事内容は明らかになっていませんが、F-35B の発着を踏まえ、管制室の窓部分を拡張、見やすい窓ガラスにすることなど、様々な工事が予想されます。2024年度に配備される F-35B 戦闘機の航空自衛隊の配備先が決定した。防衛省は、2023年8月31日に発表した令和6年度予算の概算要求において、同年度中に航空自衛隊ニュータバル基地へ、最初の飛行隊となる、臨時 F-35B 飛行隊、仮称を発足させる方針を明らかにした。そこで、今回は、配備に、ベストなニュータバル基地の位置について詳しく深掘りしていきます。加賀の艦首四角に魔改造、伊豆、モノ第2弾魔改造計画が始まります。メガネ君の減税よりも、一括給付の方が経済効果大ありのような気がするのは私だけかな。防衛省は、2021年7月に作成した F-35 の航空自衛隊ニュータバル基地への配備についてというタイトルで記された資料の中で、ニュータバル基地に配備される F-35B は、将来的には防空任務に従事することになるが、当面は運用試験と機種転換訓練を実施する予定であるとしており、臨時 F-35B 飛行隊、仮称は、その任務にあたる飛行隊になるものと考えられる。この F-35 戦闘機をめぐっては、日本政府が2018年12月18日に航空自衛隊が運用している短座型の F-15J の165機と、複座型 F-15DJ の48機の合計213機のうち、能力向上改修に適さないフレムシップ機の99機を後継機として F-35105機導入し、そのうち42機をストブル短距離離陸垂直着陸型の F-35B とすることを決定している。そういった経緯のもと2020年度から機体の調達などを開始して現在に至る。
その導入される F-35B は、航空自衛隊が運用するショート、テイクオフ、バーティカル、ランドイングの頭文字から取られて呼称される、初のストブル戦闘機であり、また、必要に応じて、海上自衛隊のいずも型ヘリコプター搭載護衛艦に搭載されて運用されることもあり、どこの基地に飛行隊が置かれるのか注目されていた。しかし、ニュータバルへの F-35B 配備というのは、随分と前から決まっていたという話がある。ニュータバル基地に F-35B 戦闘機を運用する飛行隊を配置するという構想は、2018年の F-35 導入方針決定以来、幾度となく、日本のメディアでも報じられていたが、2022年7月16日に岸信夫元防衛大臣が行った記者会見の中で、約20機からなる F-35B の1個目の飛行隊をニュータバル基地に配置する方針が示された。さらに、この記者会見から遡ること約半年前の2022年1月14日には、ニュータバル基地の地元自治体である宮崎県新富町の小島隆史明町長と、隣接する西都市の橋田和美市長が、防衛省において岸元防衛大臣と面会し、F-35B の配備に関する意見交換をした後受け入れる意向を決定した。これらのことから、臨時 F-35B 飛行隊仮称のニュータバル基地での進展は、2022年の早い段階で確実になっていたと言っていいでしょう。それ以前に、2018年の導入方針を決定した時点で、ある程度は決定していたのかもしれません。飛行隊の設置が、なぜ、ニュータバル基地なのかという誰しもが思う疑問があるが、航空自衛隊がその所在地である新富町役場に対して、次のように説明をしている。現在、すでに自衛隊施設を整備中である鹿児島県の馬毛島での訓練が円滑に行えること、海上自衛隊の5基地に配備されているヘリコプター搭載護衛艦加賀との連携を深めていくのに最適な位置であることから、ニュータバル基地に F-35B を運用する飛行隊を置く構想を固めたと説明した。前にも述べたように、F-35B は短距離離陸、垂直着陸といったストブル能力を備えているが、この能力を運用する際には、機体後部の推進用ターボファンエンジンに加えて、リフトファンと呼ばれる揚力発生用のファンも駆動させるため、推進用ターボファンエンジンのみで飛行する F-35A よりも生じる騒音がものすごく大きくなるのだ。このため、防衛省は、新富町役場に対して、ニュータバル基地に配備される F-35B のストブル運用訓練を当地で実施する場合は、緊急事態を想定した最低限のものに限定し、本格的なストブル運用訓練は馬毛島で行うと説明した。実を言うと、航空自衛隊は、これまで、艦艇における戦闘機を運用した経験がないに等しく、いずも型護衛艦で F-35B を運用するためには、これから、海上自衛隊との密接な連携が必要不可欠となっているのだ。そこで、いずも型護衛艦の2番艦である加賀は、2021年度に、1番艦いずもに先駆けて、艦首の形状変更などの大規模な改修を行っており、これらのいわゆる軽空母化計画が、F-35B の艦上運用体制が確立するとともに、有事の際にも大きな役割を果たすと期待されている。いずもは、2021年10月に F-35B の発着艦試験を米軍共同で行っている。この訓練時に使用された F-35B は、米海兵隊岩国航空基地に配備されている第242戦闘攻撃中隊の所属する機体であった。海上と航空の両自衛隊が、いずも型での F-35B の運用体制を確立させるためには、事前の米海兵隊との密接な協力が必要不可欠なのだ。これは、新富町役場に対する説明では触れられていなかったが、実は岩国航空基地に近いということも、ニュータバル基地が、F-35B の配備先に選ばれた理由の一つであると言っても過言ではないだろう。それでは、有事を想定しても、一番の戦域となる那覇基地より新田原基地が選ばれた理由は何だったのでしょうか。中国侵略が最も予想される南西諸島の島嶼防衛が、日本の安全保障上の最大の課題であることも、
F-35B を運用する飛行隊がニュータバル基地に配備されるこことなった理由の一つだと言われている。確かに、航空自衛隊の戦闘機が配備されている基地で、最も、南西諸島の島嶼部に近いのが那覇基地であるが、この那覇基地は、有事の際に先制攻撃を受ける可能性が最も高いため、F-35B 運用候補基地として選ばれなかったのではないでしょうか。たとえ、那覇基地の航空反撃能力が一時的に失われたとしても、艦艇や航空自衛隊の戦闘機を運用する基地以外からの運用も、可能な柔軟性の高い F-35B を、南西諸島の島嶼部から、さほど遠くないニュータバル基地に配備しておくことは、中国に対する抑止力強化の面でも合理的な考え方だと言って間違いありません。ニュータバル基地では、着々と受け入れ準備が進んでおり、防衛省は、有事の際、基地への先制攻撃による航空反撃能力の消滅を避けるため、2021年度からは、航空自衛隊基地へ航空機などを分散配置するための分散パッドの整備を進めているが、その整備もニュータバル基地から開始されている。また、防衛省は、前述した新富町役場に対する説明の中で、ニュータバル基地への F-35B の配備に伴い、指揮所や格納庫のほか、訓練場などの受け入れ施設の整備も予定していると述べていた。令和6年度予算の概算要求 7.7 兆円の中には、これらの受け入れ施設を整備するための経費も計上されている。航空自衛隊向けの F-35B の初号機導入は、2024年の秋頃を予定しており、戦力化を完了するのは、かなり、先のこととなっているが、これまで述べてきたように、選ばれるべくして配備先に選ばれたと言っても、過言で花井ニュータバル基地の F-35B の受け入れ体制は、着々と構築されており、それは、馬毛島改造計画も同様である。F-35B 垂直離着陸機の騒音が大きい理由として、通常は、出力を絞る着陸時も、最大出力でエンジンを噴火すことと、その間も、低空に一定時間止まらなければいけないからである。そこで、ニュータバル基地では、比較的騒音が少ない水平着陸を行い、垂直着陸訓練をする場合は、馬毛島で実施するようにすれば、騒音被害は、F-35A と同程度に収まると考えていいのではないでしょうか。現在建築中である離着陸訓練基地の馬毛島に近い、海自根拠地通行ルートとして使われる豊後水道に近いという観点から、地政学的にも、地元の理解が得やすいと考えるとニュータバルの一択しかないのだ。ただし、敵対勢力として、航空基地攻撃能力は、南西諸島の方だけ向いているわけにはいかないので、基地防空や有事の分散先まで並行して考えて策を打っておかないといけません。やがて、外事の艦載機航空隊の組織が必要になると思いませんか？今は、常駐を想定していないから、空自が F-35B を運用するけれども、本格的な空母建造及び運用が視野にあるのであれば、指揮系統の複雑化を避けるためにも、海自航空隊は必要だと思慮する。2023年10月19日、中国メディアの新民番号が、日本の海上自衛隊の最新潜水艦、雷鯨が川崎重工業神戸工場で浸水したことについて、原子力潜水艦に迫る性能だとする記事を掲載した。今回は、この雷鯨について詳しく見ていきましょう。中国は、日本の潜水艦建造技術を喉から手が出るほど欲しがっていますし、
情報を入手しようとしています。台湾の潜水艦建造技術漏洩などの報道もあり、日本の建造技術漏洩も注視しますし、フランス原潜を完全に超えましたね。ディーゼル推進潜水艦としては、世界最大級の大鋭型潜水艦の4番艦、雷鋭が、2023年10月17日に、兵庫県神戸市中央区にある川崎重工神戸工場において、新規建造された潜水艦の命名式、及び進水式を実施した。雷鋭と命名されたこの艦の名前の由来は、第二次世界大戦前の海軍艦艇名を踏襲せず、初めて用いられたものである。この雷鋭の規模は全長 84.0 メートル、幅 9.1 メートル、深さ 10.4 メートル、基準排水量3000トン、主機関はディーゼル電気推進で、プロペラ一つの一軸推進式となっている。排水量は、フランス海軍の現役原子力潜水艦、リュビを上回り、艦内に配備される乗員が約70名と少なくなっており、自動化レベルが高いと評価した。機構は、2021年3月26日で、今後、偽装や各種試験を実施した後、2025年3月に部隊へと引き渡される予定だ。これを受けて、10月19日に、中国メディアの新民番号は、日本の海上自衛隊の最新潜水艦、雷鋭が進水したことについて、原子力潜水艦に迫る性能だとする記事を掲載し、必ずや、アジア太平洋地域の海洋の安全にとってより、大きな脅威になるだろうと指摘していた。海上自衛隊の大鋭型潜水艦は、前途したフランス海軍が運用する、リュビ級原子力潜水艦をしのぐ大きさで、ディーゼル推進の通常動力型潜水艦としては、世界最大級と誇って良いだろう。また、機動性や探査能力が、同型潜水艦の中でも、格段に向上しており、同型潜水艦が搭載する大容量リチウムイオン電池と先進ディーゼルエンジンをベースに、雷鋭には、より、出力の大きなディーゼルエンジン2機に換装され、発電パワーの増強に適応した新たなシュノーケルシステムが採用されたと紹介されていた。これらの改良が事実であれば、通常動力型潜水艦でありながら、その機動性は、原子力潜水艦にかなり近づき、実戦性が大きく向上することになるでしょうね。さらに、潜水艦の生命線とも言える騒音面に関しても、雷鋭がスクリューではなく、最新型の原子力潜水艦に用いられるポンプ噴射式推進装置を採用しており、騒音の低減と同時に航行速度向上を実現した上で、これらの特徴を総合して、外部からは、原子力潜水艦との差は、もはや、原子炉の有無だけだとの見方も出ていると伝えた。その上で、新民番報では、上海西方学院東北アジア研究センターの柳新、ヤンジェン副主任が、日本の通常動力潜水艦の発展傾向を見ると、原潜の技術力を求めていることは非常に明らかだ。総合的な戦力において、雷鋭は、なおも、原子力潜水艦とは明らかな差があり、戦術的な運用には制約があるとはいえ、長期的に見れば、日本の潜水艦部隊は、必ずや、アジア太平洋地域の海洋の安全にとってより、大きな脅威になるだろうとの見解を示していた。雷鋭の外観形状は、従来の、そう、流型潜水艦とほぼ変わらないものの、探知能力や静粛性が格段に向上しており、また、建造時から、女性自衛艦 WAVE の勤務も想定して、相応の設備を有しているのが特徴である。また、主要装備としては、艦首に魚雷発射艦を備えるほか、潜水艦戦闘管理システムや、艦首アレイ、側面アレイ、曳航アレイなどのソーナー装置、TCM、潜水艦魚雷防御システムを搭載していて、世界に最新式の誇る通常動力型潜水艦である。なお、雷鋭を漢字で書くと雷クジラとなるのだが、この名称は、冒頭でも話した通り、旧日本海軍でも艦名に用いたことはなく、海上自衛隊も使用するのは初めてとなることも特徴として大きい。まさに、雷鋭は、
日本が原子力を使えない状況下での最適解を求め続けた潜水艦建造技術の賜物と言っても過言ではない。西側各国は原子力潜水艦を建造することに制約がなく、その有り余るエネルギーを使うことで本来なら改善すべきマイナス面を全て力技で隠しているような感じだ。逆に言えば、日本が原子力潜水艦を建造してしまったら、凄まじい能力の艦が建造できることは間違いありません。確かに、国内の有形無形の制約を乗り越えるために、従来技術を極限にまで高めたわけだが、それでも、基準排水量が3530トンだったイタリアの400型潜水艦に比較すれば、まだまだ小さいといったところだ。アメリカが原子力潜水艦を開発する際に手本とした400型潜水艦の後継として、さらなる進化を期待している。日本の潜水艦は、忍者のように、世界でも類を見ないほどの静寂性に加えて、無音航行距離であり、日頃の訓練などによる練り度の高さも群を抜いている。米海軍の第7艦隊との合同演習では、何度も、米空母の撃沈判定を出しているから驚きである。最新の潜水艦が次々に就役するけど、やはり後継者問題が出てくる懸念は拭えない。タイゲイ型潜水艦はディーゼル電気推進方式を採用しており、運用に関しても原潜より優れているし、また、原子炉を止められない原潜は常に音を発していなければならないのに対して、リチウム電池で先行しているタイゲイは探知されにくいという利点まで持ち合わせている。海底の艦内においてペンを落としただけでも察知されてしまう探知能力船では圧倒的な差を見せつけることになるだろう。台湾海峡での秘密航行も実行できるなら、まさしく中国の脅威となることは揺るぎないのだ。国産潜水艦の話題になると、必ず日本の潜水艦は通常動力潜水艦が世界最高という書物やマニアの意見を散見するが、その根拠はどこから来ているのでしょうか。渦潮型の後継として建造された自衛隊初のティアドロップ潜水艦の騒音は、ジェーン年間ではうるさい潜水艦として分類されていた。今や中国が次世代の弾道ミサイル原子力潜水艦 SSBN の運用を2020年代末までに開始するという見方が出てきており、安全保障政策に携わるアジアの政府関係者やアナリストの間でもかなり強まってきている。ロシアの技術支援を受けて、静寂性が飛躍的に向上するとみられる中国海軍が運用する096型は探知が困難で、アメリカや NATO 諸国にとって脅威が増すことになり、海中の軍拡競争を一段と激化させる可能性も十分に考えられる。米海軍大学で5月に開催した会議で、中国の原潜について議論しており、同大学の中国海事研究所が8月に発表した研究論文においては、新型艦の監視ははるかに難しくなると予測しているらしい。ロイターが取材したアナリスト7人のほか、アジアを拠点とする3人の軍事顧問によると、この結論には信憑性があると言われている。しかも、潜水艦の元乗務員だった海軍技術情報アナリストのクリストファー・カールソン氏が、インタビューにおいて、096型は悪夢になりそうだ。探知するのは極めて難しいだろうとも語っていた。アメリカをはじめ、インド太平洋地域で軍事活動する各国は、軍の配備と有事への備えを強化する中で、核ミサイルを積んだ中国の原子力潜水艦を監視する取り組みを中核に据えてきた。096型が就役すれば、対応の強化を求められることは間違いなく、これが台湾有事に発展して第三次世界大戦を巻き起こすかもしれないのだ。そのため、日本の海上自衛隊はもとより、海上保安庁も協力して警戒、監視を強めなければいけません。
Thank you.